ゲームをするのは今回が初めてでございます。今日明日そして元旦と、3回にわたりましてこのソ連とカナダとの夢の対決が見られるわけでございます。まあ、こういった規模の大会あるいはこういった規模のゲームというものはなかなかその国に行かないと見れないわけでございますけれども、いながらにして東京でこの夢の対決が見られるというわけで、私たち日本のアイスホッケーファンあるいはスポーツファンにとりましては今年最後の素晴らしいプレゼントになったことと思います。どうぞ皆様もごゆっくりあるいはこれまでアイスホッケーにあまり馴染みのない方も本当に素晴らしいゲームでございますからって分かってらっしゃると思いますけれども今出てまいりましたのがソ連のチームなんですが、この中にはその黄金のトリオ黄金のフォワードと言われる、ペトロフをセンターにするですねこの16番ペトロフ、左右にミハイロフとハルラモフそうですねこれはもう世界のトップフォワード、トップトリオでございますね。そうですね、はい、まあコンビとしてやはり今世界のナンバーコンビだと思いますね。ああそうですか、ソ連にはもちろんプロチームがなくて大体80ぐらいのクラブチームがあってそれが3つのセクションに分かれて試合をしているわけなんですが、まあアマチュアといってもですねソ連の場合にはもうアマチュアだかプロだか分かんないぐらい強いですよね。そうですね、もう完全ステートアーマーですから、はい、まあ、プロと言っていいんじゃないかと思いますね。そうですね、これがソ連のチームでございます。そして今アマとプロという話が出ましたけれどもカナダの方はプロのチームです。これはもちろんこれを職業としているチーム、高下さんね、はい、今出ました9番のボビー・ハル、ね、これがですねこの中の大スタープレイヤーなわけです。そうなんですか、これ9番でしょ、彼をよく、はい、覚えておいてゲームの時も彼の動きをね見てるといいと思うんですけれども、はい、なんていうんですかね日本で言えば大長島とかねそういうもうスーパースターなんですね。そうですね、彼がなんていうんですかカナダでゲームをするときに出てくる、彼がリンクに姿を現しただけで関心がドーッとくるんですね、はい、そうですね、まあ、やはり彼がやはり日本に来るというんでもうやっぱり彼のファンというのが、まあ、一緒に100人ぐらいついてきてるわけですから、そうですか、そうですね、金石の左にこちらから見て左側がそうですけどね、あ、まあ、これやはり堤会長のおかげで我々、まあ、アイスホッケーファンまた選手ともともこういうプレーを見れるというのは本当に我々としてもですね、まあ、この、まあ、正月前後ですね非常に楽しみにしてたというのが、まあ、一つ、まあ、選手並びにファンの一つの願いだったわけです。まあ間もなく試合が始まると思いますけれども国際試合ですからその前にセレモニーもあると思います。あとわずかで、国旗掲揚国歌吹奏その他のセレモニーが行われましてフェースオフでございます。さあいよいよ夢の対決の幕開けでございます。今日はですね宮崎さん、はい、暮れも押し詰まったところで29日と言いますとちょうどなんて言うんでしょうか、御用納めというか ね、 そうですね、各会社はもう、はい、今日まででございますね、昼間ですからね、あるいはそんなにお客様が集まらないかと思ったんですけれども、かなりのお客さんが詰めかけました国立代々木アイススケート場でございます。さあ試合が始まりました。まあ本当にこのゲームはどちらが勝つかですね、予測するのが難しいという顔合わせですね。そうですね、はい、今左から右へ攻め込んでいきました白を基調にしたユニフォームがこれがカナダのジェッツです。そして赤いユニフォームがこれがソ連です。今ソ連陣内でゲームが展開しております。ボビー・ハル、これがハルです。9の背番号をつけましたハル、ハルの第一フォワードが突っ込んでいる。ソ連ゴール前の混戦、しかしこれはまだゲットには至りません。ソ連のゴールキーパーがトレチャック、これがボビー・ハル、もうメンバーが交代いたします。アイスホッケーは非常に動きの激しいゲームですから1分とは1つの選手が氷上にいないですね。そうですね、ゴールキーパー除いてね、40秒から50秒というところですね。そうですね、はい、ソ連陣内向かって右側のフェースオフスポットでフェースオフが行われます。今入りましたジェッツ第2フォワード、そしてソ連の方も第2フォワードに変わっております。14番はアニシンです。第2フォワードのセンターです。これがカナダ陣内、今中央ゾーンからソ連が攻めようというところ、カットいたしましたのがリンストローム、これがリンストロームが単独で突っ込んでいく。ホッケーの
戦い方の違いというのがカナダとソ連あります。このスラップショットです。これがいわゆるスラップショット。かつてはバッティングシュートと言いましたけど同じ意味ですが ね、 そうですね。今ややカナダ優勢に進めています。グリーンがスラップショットを放ちました。ソ連の反撃です。これはオフサイド、完全にブルーラインを越えていました。まあ、アイスホッケーを初めて見る方にはまずオフサイドとアイシングというのが出てまいりますけれども、これはカナダのヒルマンコーチ、この2つが分かっていればそんなに難しいゲームじゃありませんからね。そうですね、やはりゾーンからゾーンにあるこのブルーラインを、はい、もう学び的に考えていただければいいと思いますね。ああそうですか、要するにとにかく要はこのパックを相手のゴールへ叩き込めばいいわけですから。そういうことですね、複雑なゲームではありません。あるいはあのアメリカンフットボールなんかですとね、なかなかルールを覚えるまでが難しいんですけれども、そういう意味では非常に誰にでも入りやすいゲームです。竹下さんね、はい、今はまだね、始まったばっかりだから両チームとものすごい当たりはしないんだけれども、この選手たちがだいたい80キロから85キロぐらいの人たちが2人がものすごい勢いでぶつかるでしょ、時速100キロぐらいのスピードで、うわ怖い、うん、怖いんですよこれは、うん、すごいでしょうね、まあ、これでジェッツの方は26日試合をやって日本に来て、はい、まあ、一度も練習しないでこれ今日やるわけですね。そうですね、やっぱり大したもんですね。やっぱりさすがまあプロだというところですね。本当ですね。ソ連は一昨日来ました。今ソ連が持ち込んでいます。23番はゴリコフ、アレキサンダーゴリコフ。ジェッツが奪い返しました。白いユニフォームジェッツ、レッドラインを越えました。パスが通りません。これはソ連陣内、フェースがレフェリーから見えなくなるとホイッスルです。ソ連の方が一昨日昼間参りました。そしてソ連の方は一昨日来てすぐその夕方から練習いたしまして、昨日ももちろん練習しました。ジェッツの方は昨日の夜参りましたから、全くぶっつけ本番でゲームへの、ね、時差の関係で非常にもうゲームやるのは非常に辛いと思いますね。そういった意味では第一戦に関しましてはちょっとハンディキャップが、そうですね、まあ、これ1試合ありますと、はい、まあ、氷も慣れると思いますしね、はい、さあカナダの誇ります第一フォワード、これがボビーハル。このフォワードは非常に得点能力の高いフォワードです。あるいは日本のゲームでは全ての選手がヘルメットをかぶっておりますから得意のパターンです。15番がヘッドバーグ、これも得点を非常に上げる選手です。さあハルが追いつきました。38歳とはとても思えないような素晴らしい動きです。カナダ陣内からソ連陣内に入ります。ヘッドバーグからハル、14番のウルフ・ニルソンって、はい、怪我ということだったんですけど出てますね。出てますね。やっぱりこれはやはり、ボビー・ハルのコンビはそのまま出てるというところですね。この14番ウルフ・ニルソンです。もちろんカナダのリーグでも、第一フォワードで活躍しております。カナダのプロチームはヘルメットをつけない選手が非常に多いので、これはまあ、危険なようですけれども彼らはそれで大丈夫なんです。ソ連が攻め込んでいきました。初めてソ連にチャンスらしいチャンスですが、しかし、バックはカナダです。ちょっとおっとソ連が奪い返しました。必要なマークですけれども、この辺りはまだ遠慮している感じがあります。今日は主審がカナダのフライデーさん、まあ、あのレベルによりまして多少違ってくるんで、日本の場合と反則とかホイッスルなんかが違ってくる。これはバッティングショーです。このまま詰め込みます。リバウンドを叩いた、ダメ、これジャックが抑え込みました。この背番号20のトレジャック、今のシーンです。一回叩き込んでおいてそのリバウンドでもって攻め込んでいく、これはもうカナダの得意の戦法ですけれども、よくカバーしました。
メンバーがもうここで変わっています。第2フォワードの組み合わせです。ソ連がパックをキープしました。パスが通りました。23番ゴリコフ、5番がペルッビ、24番これもゴリコフ、ダジビールゴリコフ。さあソ連が攻めていく。カナダ陣内パックが流れた。これはチャンス、ソ連チャンス。アウト。で23番のアレキサンダーゴリコフ、こぼれ球を押し込みました。ちょっとマーカス・マトソンゴールキーパー前に出てカバーが遅れたという感じがありました。ディフェンスのカバーがややカナダのディフェンス、ショバーグとデイブ・ダンが話し合いましたけど、今のプレーどうだったですかね。これそうですね、あのキーパーが見失いました。そうですね、まあ、カバーしたディエンスもまたそれは弾けばいいのに転びましたし、なんか入れ方はカナダ的な入れ方であまり綺麗な入れ方じゃないです ね今、まあ、完全な、まあ、キーパーのミスだと思うんですね。そうですね、さあ1点入りました。ちょっと動きが速くなってまいりました。カナダオフサイド。あの竹下さんね、このパックをポーンと打つでしょ、力強く、いわゆるスナップショット、これどのくらいのスピードが出るか感じて、なんだかとっても勢いがいいからどうなんでしょう。100何キロ、うん、そう、これがね、あの春が打ったシュートで測ったのがあって190キロ90キロ、だから新幹線並みのスピード。うわ、普通の一流の選手はだいたい150キロのシュートは打ちますね。そうですね、日本選手はだいたい160ぐらいですか。はい、ボビー・ハルが1958年に一度測った時に、まあ、彼の最高の時でしょうね、その時がまあ198なんぼなんていうなデータが出てますね、はい。まあ、200キロというのはまあだいたい、まあ、チェコのフリンカなんていうセンターは、まあ、ちょっと191つの技ありますけどね、まあ、やはり200キロぐらいのシューティングを打ちますね。そうですね、はい、だからこのプレー自体が氷の上ですからスピーディーでもあるし、パックも速いし、そういう意味であの休む時はないでしょこのゲームはね、次から次から選手は変わっちゃうし、ロスタイムっていうのはほとんどないから、あの非常に面白いしスリリングなゲームですね。そうですね、ドキドキしてきちゃって、今のなんかも速いシュートですね。そうですね、さあ1点をリードいたしましたソビエト、それから1点を取られたカナダ、双方ともに試合開始当初よりもスケーターが氷に乗ってきました。早くも、そうですね、少し慣れが、さあ攻め込んでいきます。13番のミハイロフ、これは問題ありません。ハルラモフ、一旦ディフェンスに返した。パスワークを信条とするソビエトの攻め方、これゴール前で待っているセンター、これが突っ込んでいく。5人のコンビですね、ゴール前ちょっとミハイロフ、テッドグリーンが揉み合うようなシーンがありました。あのカナダはラフプレー、それからソビエトの方はチームプレーとよく言われますけど、このジェッツはあんまりそのラフファイトしない。そうですね、まあ、そういうふうに聞いておりますね、はい。そしてソ連の方はもう本当にソ連時代というのが長く続いたんですが、このところ少しチェコとかあるいはスウェーデンに押されてね。そうですね、やはりソ連戦法というまあ組織プレーのですね、はい、コンビネーションプレーですから、ある程度そのチェコスウェーデンあたりに研究されてるんですね。なるほど、まあ、そういう意味では、あのやはり今ソ連のナショナルチームも切り替え時期じゃないかなというような感じいたしますね。あ、そうですか、その戦法的にも、それからメンバー構成も、ね、メンバー的にもですね、やはりまだ30、32、3の選手が第一線というのはですね、なかなかこういう特殊の競技というのはいい選手を生み出すのはなかなか難しいんですね。あ、今画面に映りました赤い、あ、そう、カナダのチャンス、ボビー・ハルト、15番ヘッドバーグ、もうカナダを代表するスタープレイヤー。ハルが取った、ハルのゴール前、この辺りのパスワークは非常に見事なものがあるんですが、ダメ、ディフェンスが戻った。今ソ連のフォワードを守っております19番のバリデルスですね、それからここにはアニシンとカプチンのコンビですけれども、
こういった選手がこれからやはり中心になってきますよね。そうですね。私は今年の、A グループの世界選手権ウィンがありましてね、はい、その時のこのバイデース19番ですか、はい、ソビエトの、はい、まあ、彼の足といいテクニックといいですね、私はもう一番いいプレイヤーじゃないかなって、今世界でも最高指折りの、プレイヤーだと私は思いましてね。あ、まあ、そうですか。このソビエトのチームは3位だったんですけど、やはりあのベスト6の中にやっぱり選ばれましたね。そうですね。そのバリダルスは19番ですね。ホイッスルでメンバーが変わります。まあ、このヒゲを生やしているのが彼だけじゃないかなと思います ね。 そうですね。ソビエトの中に中央カナダゾーン寄りのフェイスオフスポットでフェイスオフです。カナダがパックを取りました。23番ゴリコフ、先ほど1点を挙げています。このアイスホッケーにも月というものがある程度あってですね、ラッキーボーイ、ラッキーセットみたいなのが出てきますからね。そうですね、3番目のセットで1点を先取しております。ソ連、これはカナダのゴールの後ろ、現在は第3番目のセット同士の対戦です。パックをキープしているが、あっといいパスが通った。さあカナダの逆襲、パスが通ります。ブルーラインを越えた、こちら側に振るか、早くセンターへ突っ込んだ。今のなんかもスティックでもって角度を変えて最高に、そうですね、ケント・グリーンのバッティングシュート、これから突っ込んでいくぞ。ダメ、本当の1秒の何分の1かのスティックの出し方でね、そうですね、得点に結びついたり、まあ、今パスという非常にいい角度にあるですね、パスが出ましたけどね。これは竹下さん、相手に当たってもね、それから自分が思い切って打ったのそのまま入らなくてもいいわけです。ですから一つ打ったのにその突っ込んでいく方が、防具に当てても、あるいはそのスティックの横丁に当てても、それで角度を変えてゴールキーパーを惑わして入れると、こういうのが多いんですよ。だから今なんかはカナダのチャンスでした。じゃあマグレのように見えても全部計算してるわけですね。計算、そうなんです、本当にそうなんです。特にあの今はあのシュートを一発でこう打って入れようと言ってもですね、なかなかもう今のあれは入らないんですね。まあ、そういう意味であの1回打って2段シュートというリバウンドということで言ってますけどね、はい、まあ、そういう点のあれはまあカナダがうまいんですね。これはカナダの陣内、あら、ラインシュートがね、あっと危ないぞ。さあカナダ、これが15番がヘドバーグ、そして14番がニルソン、この3人が攻め込んでいく。ハルがキープ、ソ連が奪い返した。あー、どっちかノーマークだ。さあどうだ、これは1対1、うまい、ナイスキーですね。マーカス・マトソン、マックキープ、常人前プレーでした。ミハイロフのシュート、これはもう狙ったところありますね。そうですね、このコンビはもうどうしようもないですね。あ、世界選手権の得点第2位、そしてペトロフがおります。13番がミハイロフ、そうですね、もう33ですからね。あ、そうですね、札幌オリンピックではもう大活躍した選手ですね。さあ2対0ソビエトがリードです。ペトロフのアシスト、そしてミハイロフのゲットです。少しカナダの方は陣容を入れ替えました。レザク・ギンドン、それからケン・バリド、若手のトリオまで通ります。ソビエト、フィオドロフから向こうへパックが流れました。立ち上がりはややジェッツが頑張ってるかと思ったんですが、このところソ連攻勢ですかね。そうですね、少しハンディキャップ出てきましたか。昨日ついたばかりのジェッツです。これが新鋭のケンバル、思い切って打っといて突っ込んでいく、これがカナダの一つの戦法です。アイシング、
手前から出ましたパックが相手側のゴールラインを割りますとアイシングということで、パックがソ連の計測スポットへ戻されます。今の2点目はミハイロフのゲットですが、アシストペトロフとハルラモフ、もうゴールデントリオで決めたわけですね。ソ連陣内です。ノーホイッスル。これがケンバリ。これやはりおっと、ものすごいシュートです。ジェッツはなんとか1点返したいところです。テッドグリーン、ゴールの後ろ、これから体勢を組んで攻めていきます。ピーター・サリバンが背番号10、ニュートラルコーナー、ニュートラルゾーン。さあ、マイスティックハンドリングです。一つ一つのテクニックというのにソ連の選手はみんなすごく優れてますね。そうですね、まあ、カナダもそういう選手の、まあ、個人技のいい選手が、まあ、プロにはいけないと思いますかね。ソ連の場合は非常にチェスカといって、まあ、ナンバーワンチームはもう陸軍のクラブチームですからね、もうやはり一年中、まあ、訓練してるわけですよね。そういう意味ではこれだけのやっぱり力というものはですね、はい、まあ、維持していくというのは、まあ、やはりそういうステートアマ的な一つのやり方でやってるためにこれだけやっぱ持続してやってると思いますね。もちろんこのジェッツの方もプロチームですから、これはもうしょっちゅう試合をしているわけですけれども、ですね、ですからこの、まあ、ソ連の方の役員に聞いても、いやバリデレスは世界選手権でもないけど一番ナンバーワンプレイヤーじゃないかと聞きますと、いやそうじゃないと、もう全部20人がみんな同じ力だというふうな言い方、やっぱりお国柄の言い方しますね。なるほどね、まあ、カナダに行けばカナダで、カナダは監督のチームでいつもソ連と戦った、そのソ連の方はナショナルでもって選抜だから、まあ、ちょっとそういう意味で差はあるかもしれないってことは言いますよね、これがヒルマンコーチですけれども、要するにカナダがプロでもって最強チーム組んだらもうこれが世界最強なんだ。それはそうですね、まあ、昨年カナダカップ、まあ、はい、初めてのカナダ開かれた、いいことですね。これは完全なミハイロフが空振りしました。これはもう最高のあれですね、このコンビは。さあ、この13番がミハイロフです。ここは得点能力の高いセットです。よく頑張っています。ジェッツの第3フォア、よくパスが通りますね。まあ、この3人だけじゃなくて要するにディフェンスを使うんですね。そうですね、攻撃ゾーンに入った場合ですね、この 5人のセットがいいということですね。もちろんこのディフェンスの方も、グセフ・ティガンコフというもう世界的に有名な両ディフェンスです。この、はい、両ディフェンスももう30ですからね。今パックをキープしてちょっとメンバー交代稼いでいる感じが、ミハイル攻めていきました。ややソ連が優勢です。春が追っていきます。今14番っていうのも
はい、あれですね、あのスウェーデンですね。ああのヘルメット、この15番、はい、15番もそうですか。そうです、ヘッドバッグも、15番もそうです、スウェーデン人です。この14番ウルフ・ニルス、さあ足比べ、ソビエトチャンス、あった。確かに当たりということに関してはジェッツの方が強烈にいますね。そうですね、ヘッドグリーン、これはディフェンスです。こちらにパスが通りました。15番ヘッドバーグ持っていた、シュート、ヘッドバーグ1点を返しました。いいシュートですね。ものすごい見事なシュートですね。本当に手首でですね、押さえつけるようなシュートですからね。まあ、野球でいうともうドロップがかかってるんじゃないですか。そういうシュートじゃないと、ああいう取れちゃったあたりがね、股から入れられるっていうのは、もうどうしようもなく入ってしまって、股から入ってますからね。なんで武井さん、トレチャックのね、ゴールキーパーがあの小さなゴールを185センチ95キロで持ってて、その間を抜けちゃうんですからね。さあ2対1です。ソ連の速攻、これでジェッツも気合が乗ってくるじゃないですか。そうですね、ゲームが面白くなります。当たりが強くなりました。あった、これは体じめ、ソ連のシュート、最初の1点を挙げたセット、これがケン・バリド、これも新人ですがなかなかいい選手です。なかなか大きい選手ですね今の。そうですね、このペナルティーとなりましたね。24番のウラジミール・ゴリフォフ、マイナーペナルティーです。今ちょっとレフェリーのアクションを見ておりませんでしたけれども、発表があるかなんかじゃないでしょうかね。クロスチェックかインターフェアランスか、キングですか。2分退場です。キングです。キングというのはこのフェンスに強く相手をバーンと叩きつけたことですね。これは多少のことだったらいいんですけどね、それがオーバーになると取られる時があります。相手が少ない場合はあの、はい、今カナダがどういう攻め方するかっていうところが見どころなんですね。そうですね、この時ですね、中ゾーン組みますからこれ、あのジェッツの特有のセットなんですよ。春を入れるんですね、ディフェンスに。あ、後ろに春が入る、ね、あ、今フォワードで戦っているのは第2フォワードのラブラットン、サリバン、リンストームです。これに春が後ろに入る。11番もディフェンスですね、ケント・ニルソンっていうんですか、ね、ええ、あセンターフォワードじゃないですか。センターフォワード、それを入れちゃうんですか。入れちゃうんですか。ニルソンと春、あるいはニルソンと春というような、とにかく総攻撃体制なんですね。この2分間の間に追いつきたいところ、しかし守る方もミハイロフがおります、それからペトロフがおります。これが春、16番ペトロフ、あと1本です。いやなかなかこう攻め込まさせないですね。そうですね、それも。ケント・ニルソンからハル、ケント・ニルソンに戻りました。全部フォワードの選手です。バックパスを回り込んで向こうから持っていったのがピーター・サリバン、そしてフォワードが攻めていきます。ラブラットン、真ん中に春が待っています。手前にリンドストロンもいる。11番がケント・ニルソンのバッティングショット、素晴らしいショット、素晴らしいですね。ケント・ニルソン、これは今年ジェッツに入りましたが、リーグが始まってですね、15試合まではリーグの得点王、あそうですか、完全な新人王です。
あのなんて言うんでしょうかね、新人で顔もいいしね、非常に人気のあるプレーヤー。あーそうですか。今日もその14番のルーニルソンが出ないときは彼がセンターに入るなんて聞いてましたから ね、 ね、今のシュート見てると素晴らしいですね。なかなかトレチャックが相手にしてですね、監督のシュートっていうのは不安なもんなんですね。やはりこう今アイスホッケーの場合はあの非常にあの、まあ、相手の、まあ、ブラインドを狙ってシュートを打つという、キーパーがちょっと見えないわけですね。そういうブラインドだったシュートっていうのはよくベースが打つということは。ということは今ディフェンスにケント・ニルソンを入れたということが大成功ですね。そうですね。もう世界的ゴーリーがこうああいうね言い方をされるっていうのはもう、はい、まあ、しっかり確実なシュート力っていうのは入るわけでしょうね。今出ましたジェッツの方は第3フォワード、試合が振り出しに戻りました。2対2。16分43秒今経過しております。ご承知のようにアイスホッケーは賞味20分ずつのピリオド3回です。第1ピリオド16分17分近くなりまして同点です。このあたりなかなか若手のセットですけれども、うまいパスプレーを見せますケッツ。今度はソ連の反撃です。テッドグリーンが当たっていきました。このフォアチェックものすごい。さあメリーロング、これがナンバーワンのディフェンス。テッドグリーン、ソビエトの方は第2フォワード、19番バリデンス、これが宮崎さんがお褒めのプレイヤー。パックの奪い合いが相当試合開始直後に比べまして激しくなってまいりました。ソ連陣内ですがパックはソ連、これはアイシングになります。アイシングでメンバーチェンジ、まあ、予想通りいい試合になりますね。そうですね、まあ、こうやはりソビエトの方はやはりこの、まあ、昨年あたりからちょっとこう落ちてますよね。こういうところに力が落ちてやはりディフェンスでしょうね。あ、やはりペトロフのコンビのチェスカーのこれはまあ申し分ないとしてですね、はい、まあ、アニシンのバリデルスが入っている、やっぱりチェスカーのこの若手コンビですね、うん、これがもう少しあれを活躍しなければ、うん、ソビエトとしてはまたこうあれですね、苦しいところですか。苦しいところだと思いますよ。さあソビエトが攻め込んでいきますが奪い返した、まだソビエト、また奪い返しました。これがコリト、パックはソビエトがキープ、両コリトです。今度はカナダへ出ました。カナダがそのバックパス、綺麗なバックパス、ケン・ベアードにパスが通りませんでしたが、なかなか鮮やかなシックワーク。本戦からパックがソ連に出ました。ベルブフィン、ワシリエフというディフェンスから両ゴリコフにパックが渡っていきます。ゴールの後ろ、ここでパックを奪うとチャンスになります。テッドグリーン、テッドグリーンがそのまま攻め込んでいきました。メンバーチェンジ、残り時間があと1分を切りました。さああと1分切ったところでソ連が攻めていきます。得点が2対2。あっと惜しい、ハルです。今度はヘッドバーグ、ニルソン突っ込んでいくのがヘッドバーグです。こちら側にハルがいます。あと30秒を切っています。あるいはこのピリオド最後のソ連のチャンスです。向こう側へ回った、しかしディフェンスが返っている。3番のベリーロング、あと8秒、最後のシュートになるか。いやダメ、ここで第1ピリオド終了の歌。しかし予想にたがわぬいいゲームですね。
そうですね、はい、得点も2対2です。竹下さんどうですか、第1ピリオド見て。だんだんもう熱がこもってきて、これからが楽しみですね。20分見ると大体もうそのスケートのホッケー の, その動きというのが分かるでしょ。大体なんか最初はもうどこ見ていいのか分からなかったですけれど、そういった意味で第2セット、第2ピリオド、第3ピリオド楽しみでございます。あるいはお茶の間でご覧の皆さんも第1ピリオドはこういうものかと。さあカナダ陣内でフェイスオフです。エラーしましたけれどもうまく弾きました。まだしかしソ連のチャンスです。完全にマークしてどっちが追い込んでいくか。これはしかしこのぐらいではホイッスルありません。ソ連のチャンス、さあ突っ込んでいくのがカナダ。ゴーマークゴーシュート、バックハンドショットですね。バックハンドのシュート、まあ、素晴らしいシュートです。ジェッツ3点目、ディフェンスですね。ディフェンスですね、はい、これ見てください。ディープダウンって言うんですね。ディープダウン素晴らしいですね。あの今のバックハンドということはスティックのですね、あれショットますけど 逆の裏面だったんですね。そうですね、今非常にこれカーブ今まっすぐじゃないもんですからね、バックハンドのシュートっていうのは、まあ、日本のプレーヤーとほとんどできないんですね。あさすがプロですね。フォアと同じようなスピードで入ってるんですね。そうですね、特にあのキーパーとしてはもう一番受けにくいんですね、バックハンドシュートって。竹下さんね、今の話なんですけど、こうちょうどスティックの先がね、おしゃもじのようにこうなってるんですよ。ですから内側の凹面と凸面があって、その出っ張った方で打った。だから難しいです。その人じゃなかなかね、あんまり素早くてよくわからなかったです。おしゃもじというかスプーンというかね、そうですね、そうですね、スプーンの背中の方で打ったという形です。でやはりあれだけ正確にシュートを打てるというのはさすがですね。そうですね、もちろん宮崎さんは全日本の監督でも やられましたし、これからもやりになるわけですけれども、そういう意味では日本選手でもあれだけのプレーってなってないですか、北米は。上位の若林君とかね、石井君とか、まあ、そういうプレーはやりますけどね、ああいうのは非常に参考になって、じゃないでしょうかね。今日あたりこう見て勉強になると思いますね。ああそうですか、はい、13番何度もご紹介したミハイロフ、これがソ連の第1クワード、第1クワード同士の対戦。頭にヘルメットをつけていないのがカナダのハル。オフサイドですね。ジェッツもやはりソ連的な人たちもやっぱりああいうスーパースターですからね、やっぱり3人のコンビと運気をよく読んでますからね。ああそうですか、よく研究してますね。うん、まあ、第一線としてはなかなかよくミーティングをやって、あれですね、本音コンビのプレーっていうのをよく研究してるんじゃないですかね。なるほどね、突っ込んでいくのがショバーグ、こちら側からケン・ベドハル。今度はソ連の攻撃、パスが通った14番、おっと危ない、ケンバリド、ゾーンを大きく使うようになりましたね。ああそうですね、これは非常に札幌オリンピックで我々が見た一つのプレーと違いましたね、はい、非常にニュートラルゾーンの
ネットラインをうまくこう使った縦パスというのは多くなりましたね、はい、確かにあのかつてのソ連というのは小さな小刻みなパスがそうですね、まあ、低いラインから40から、まあ、我々ではまあ45度のラインからの一つのパスアッププレーで、まあ、5人攻撃というのをかけましてね、それ今この間の練習見ましても非常にこの2つのゾーン、要するに今月で2つのゾーンと考えますと、はい、非常にあのニュートラルゾーンのこのレッドラインをうまく使うようなあのプレー、非常に大きな攻めに変わりつつあるんじゃないですか、ね、ああそうですか、ソ連のチャンスでしたが惜しくも外れました。そういう意味では王座奪回を目指す立て直しの第一歩に入っているというソ連ですね、今そうですね、今年あたりはね。45度からのシュートですがマックキーパーカバーしています。どうですか、若いあのマーカス・マットソンなかなかよく守ってるんじゃないですか、そうですね、まあ、まだもう20歳で こういうところで まあ、外国へ来てこういう試合をやって、まあ、ちょっと勝つでもしたら相当自信がつきますよね。本当にいるさん、いいパス通しますね。そうですね、20番ルンデストローム、ヘッドグリーン、3番バリーロング、ロングディフェンスが持っていって、今度はソ連です。あっと同点、最後突っ込んだのは、ゴリコフですけれども、ウラジミール・ゴリコフ、完全に、ゴール空いてしまいました。もう一度見ましょう、ディナモっていうクラブチームのコンビですね、これも、そうですね、これで、左へ振ってこうアイブラインドです。ディナモキーパーが悪いんじゃなく、もうディフェンスが抑えが悪いですね。そうですね、まあ、竹下さん、本当にこの科学的と言いましょうかね、まあ見てるでしょ、緻密なプレーが、なってます。一つの、なんていうんでしょうか、ディフェンスのカバーの遅れが得点に結びついてますね。あっという間ですもんね。今の場合、ディフェンスも、まあ、ゴールの前にいましたしね、はい、2対1というとはもうソ連的な一つのもう確実に出るというところのあれになってますからね。そうですね、まあもうやはり攻めの方がうまいというところじゃないですか。もうちょっと前の段階でカバーしないと得点に結びつけられてしまいます。カナダ陣内です。ショバーグ向こうに振りました。19番ポリス、バックの奪い合い、ちょっとなんか横じゃないですかね。あ、まあ、普通はニュートラルゾーンから打つのは、まあ、あまり入るケースと、今のは、これですね、これ、あ、これ入ってますね、間違いなく入ってるように見えますね。やっぱりマットさんの構えが悪いんですね、これ。ちょっとなんかこう構えてなかったですよね今。あ、いや完全入ってますね、この画面で見ますと。マトソンのもう構えが悪かったと思いますよ。なんか今しかしこのジェッツの方は不満そうですね、ちょっと審判もこれ協議という形になってます。いや、これは完全に、まあ、今アタッキングゾーンに入って、まあ、こういうケースじゃ普通入りませんからね、これですよね。これ構えがなんかおかしいですよね、これ入ってますね。何ですかこれ。
はるか横じゃないかという抗議なんでしょうね。これはそうですね、ショバーグの背中が見えます、はい、キャプテンです。4番、これはブラインドになってるわけじゃないですしね、こういうのは普通入らないですよね。ああ、そうだ、こうね、こういうサイドからの、うん、ただこのキーパーのなんかこう構えが悪いですもんね、なんか見てて。そうですね、これは完全にゴールインですね。これで4対3になりました。ちょっと普段入らない位置だからということで、マトソンも今までよく守ってたんですけれども、ね、気を抜いたんですかね。試合が再開です。春まあ、しかしゴールジャッジもおりますし、これはまず間違いはないですね。そうですね、4対3、またソビエトが1点のリードを奪いました。第2ピリオド8分30秒ばかり経過しております。やはりこのソビエトの場合も今入れた第一フォワードの得点力というのは高いですね。そうですね、あ、私はこの19番のバリデンスのあたりのね、脚力とかもうそういうのを見たいと思って楽しみにしてるんですけど、いいパスが通りませんな。あ、そうですか。さあ今度はジェッツだ。これはホイッスル、反則です。反則を取られました。4番ですか。そうですね、インターフェアランスのようですね、4番ですね、はい、4番のバビノフ、ラフプレーがありました。インターフェアランスでまた1人反則で挙げられましたので、この後の2分間がジェッツのチャンスです。ですから竹下さん、2分間の間はね、ソビエトは1人少ない人数で戦わなきゃいけない。それだけ有利ですね。さっきボビハルがで、はい、さっきと同じ体勢を組みました。そうですね、ハルとケント・ニルソンが後ろに入って、ニルソン11番がディフェンスに入ると、はい、全員フォワードです。1点をリードされているジェッツです。カナダの現地で何試合か見た中では、こういう対戦になるとまず 80% ぐらい1点取りましたね。ああ、そう。これが春です。カナダのナンバーワンプレーヤー、人気も実力もナンバーワン。38歳。小刻みなスティックワーク。ショットが上がると思ってトルチャクも割れてないですか、はい、ちょっと腰が浮かしましたもん ね。右の狭いところに行きます。ここです。そうですね、本当にギリギリじゃないですか。あ、さすがに世界の春です。これはもうカナダで春がこういう形でゲットしたら大変ですね。もう2、3分間は場内が静まらないぐらいですけど、本当にそのあれを見ました。お客さんがあれですよね、はい、もう棒立ちになって。そうですね、2、3分はもうあれですもんね、うるさくてもうどうしようもないようなもう騒ぎ方ですもんね。ちょうどあれですよ、王選手がホームランを打ったと。そうですね、今シーズン入って、あ、今のボビーは大体ボビーハルはこれで600点ぐらい入れてるんじゃないですか。自分たち自分がまあプレーを始めてですね。そうですね、そういうことを聞いておりますね。なんかポイントでは史上2位、そうですね、まあ、ゴーデーハウという、まあ、神様みたいな、まあ、うまいプレーヤーがいたわけですね。その次だと思いますね。38でこれだけのプレーをできるっていうのはやっぱり相当の節制も必要でしょうしね。
素晴らしい選手ですね。そばであってもあれですけれども非常に大きくないですしね。そうですね。そんなに凄みというのは感じさせないんですけれども、もう人間も素晴らしいですね。ああいう記者会見をしている時でも、終始も笑顔でね、交代をするというのは素晴らしい選手だと思いますね。そういう意味でもやはりなんて言うんでしょうか、私たちは会って感じたのは、大選手と似てるんじゃないかと、ね、いうような ね、プレイヤーとして素晴らしいだけじゃなくて人間として素晴らしいと。さあ、それのチャンス、本当にソ連のこのセットはなかなかもうすごいですな。あーっとよく頑張った、すごいですね。17番のハズラモフ、このコンビはどうしようもないですよね。もうゴール前のしつこさっていうのはもう、まあ、スウェーデンでもチェコでもこのフォワードにかかったらもうどうしようもないですから、守りは。そうですね、このペトロフが世界選手権の得点王だったんですね。でミハイロフがです。チームとしては4位であり、3位でありながら得点王2位4位、この3人でね、大変なもんですね。シーソーゲームになりました。あとはまたソビエトのチャンスです。オフサイド、これで5対4。ゴール周りのなんて言うでしょうか、しつこさってのはすごいですね。そうですね、札幌のオリンピックの時はこのゴールのサイドのエリアをうまく使いましてね、そのこれローリングをやっぱりこうなかなかシュートを打せないんでね、スタメンというのはこういう今のこれですね、こういう、まあ、よく5人で回しましてね、まあ、非常にバスケット的な、そういうのは見られたんですけどね。さあ今度はカナダのチャンスです、カナダのこれは第3フォアです。若いトリオなんです。16番今パックをキープしたのがクリスコ。それにパックが出ました。まあそういう意味では宮崎さんご覧になって今の話の続きですけれども、ソ連の攻め方っていうのは変わってきましたね。そうですね、特にゴール前のしつこさっていうのはまたこう逆にあれじゃないですか、ペトロフのフォワードっていうのは、またその、サイドのエリアも上手いですし、ゴール前のまたしつこさっていうのはまた出てきてますもんね。ああそうですか、今度はジェッツの方が、カナダのジェッツの方が第一フォワードが入っています。本当にフェンスが揺れ動くんじゃないかという感じですね。まあ80キロぐらいが3人固まってぶつかれば240キロですからね。キャプテンのショバーグ4番です。カナダが当て方を変えてきてますね。あ、そうですね、そうですね、第1フォワードに第1フォワードという当て方がなくなりましたね。これがヘッドバーグ、これも人気プレイヤーです。今度はソ連です。ソ連のチャンス、
すでに14分ぐらい第2ピリオドも経過しています。武田さん、こういうゲームの場合には日本が出てないからどっちを応援していいんだかちょっと分かんない、ね、そうですね、1点入れば、ね、早く追いついてほしいと思うんです本当そうですねそういう意味ではこれは今日のは理想的な点の取り方ですね。そうですね、2点離れたのは最初だけじゃないですか、最初ソ連が2点取りましたけど、そうです ね、すぐカナダが追いついて、あとは1点ずつのシーソーゲームです。さあ若い国、これはチャンス、あった、ディフェンスの戻りが早い。カナダの方はこの第2フォワード、そうですね、今リンストロームというのが20番ですけど、これもなかなかポイント上げてるんですね。あ、そうですか。第1フォワードの3人に続いては彼ですね。あ、なかなか脚力がありますね。13番食べましょう。